2018年シーズンの開幕を前にご挨拶を申し上げたいと存じます。いよいよ2018年アビスパ福岡のシーズンが始まります。去年本当にあと一歩のところで大変悔しい思いをいたしました。ただその後アビスパには新しい仲間が加わって、そして宮崎キャンプでは大変チームワークも深まったと聞いておりますので、今シーズンの戦い市民一同大変期待をしております。座り心地はいかがでしょうか。去年よりは、ね、良くなっているというふうに思いますし、またビジョン、それから特に本のゴール裏の声はよく聞こえるようになったんじゃないでしょうか。よかった。信川さんの店にいい声をぜひ堪能いただければと思います。ゴールっていうのをね、期待したいと思います。そしてまた今シーズンが終わったら芝の張り替えとか、こういったこともできるところからやっていきたいというふうに思っております。さて FC 岐阜のサポーターの皆さん、今日はようこそお越しくださいました。ありがとうございます。さあ、ね、乗り換えで大変大変だって大変な思いをしてこちらまでいらっしゃったというふうに思うんですけども、帰る時も濡れずに濡れた体風邪ひかないように美味しいもの食べて帰ってください。今日はありがとうございます。さあ、私たちが目指すは J1 復活、そしてなんといってももう入れ替え戦はもうおしゃくありません。ぜひ J2 優勝、そして J1 昇格に向けて市民一同気持ちを合わせてアビスパ福岡5月2日間を応援していきましょう。